皆さんお疲れ様です。杉本修一講演会です。さあ今日も今から、雨が今降っていない止んだところなので、今のうちに街頭演説やって、YouTube をねアップしようかなと思います。N 国の方からハガキが来て、供託金300万だけ払えば衆議院議員選挙に出れるよと、そういったねハガキが来てたんですよ。で政党交付金のね70%かな、自分の政治団体に寄付をすると、本当に大きなチャンスだと思いますが、ただ300万はね大金ですよ自分にとっては。本当にお金がないとチャンスが来た時何もできないんだなと本当に、痛感をしています。とりあえず政治資金を、貯めることにちょっと専念しないといけないので、頑張って稼いでいこうかなと思います。ということで、今日もね前向きな街頭演説やってみようと思いますので、よろしくお願いします。今日はちなみに、日曜日ですから、日経平均とか、あとはドル円のね FX とかは動いてないと思います。ところ3万円を突破しています。で日経平均先物が2万9000円台で、明日ちょっとどういう動きになるか楽しみにしています。ということで、じゃあ今から街頭演説をやりますのでよろしくお願いします。 Let's do this。 皆さんおはようございます。こちらの杉本修一講演会です。今日も無所属でなりますが、政治活動をやっていこうかなと思います。今日日曜日ですので、日経平均とかあとは、ドル円の FX は動いてなかったです。それと、昨日かその前に N 国の方からハガキが来まして、供託金の300万を、払えば衆議院議員選挙に、出馬できると、いうことだったんですが、思います。政治の世界も他の都道府県と、全く同じことをやっていても同じように沈没していくだけですから、我々の生活の水準を良くするためにも、前例にとらわれないような政治が求められているのかなと思います。なので、教育に関してはできれば子どもたちにとってもその田舎のね、その、なんていうんですかね、差はあまりないと思いますので、特に浜松も不動産の物件が安いですから、子育て世代の人たちとか、起業家の人たちにもっと興味を持ってもらって、浜松に来てもらえるように、情報を、発信していく必要もあると思います。新しい産業を作ってもらうことで、新しい雇用が生まれてきますし、一応日本の国内で、10億円以上持っている日本人は3万人ぐらいいるみたいですが、ただビリオネアと言われている1000億円以上になるとかなり、先進国としては少ないかなと思います。1兆円以上持っている日本人は数人しかいませんから、どう考えても、今回は無理かなと思います。なので、本当に投資も早く始めて、軍資金も要は実弾も作って、いつでもその挑戦できるように準備だけは今からしていきたいかなと思います。ちゃんとその準備をしていかないと、実弾と時間をちゃんと準備しておかないと、チャンスがあった時に手も足も出ませんので、今後同じような失敗がないように頑張っていきたいなと思います。ということで、2019年の選挙に落選をして、もう何もなければおそらく2023年の4月にまた統一選があると思いますので、無所属でまた頑張って挑戦していこうと思います。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ということで、多分雨は大丈夫そうな気はします。本当にお金がないだけで、今回のチャンスを生かしきれなかったというのは非常に残念ですが、とにかくそれでもお金を稼いで準備しておかないといけませんから、また明日から全力で、行動していこうかなと思っています。よろしくお願いします。じゃあ今日日曜日なので、また明日月曜日で1週間始まってしまいますが、
まあ、やりたい仕事をやれるようにね、そういった人生にしておけば別に苦ではありませんから、まあ、本当に自分もやりたいことがやれるような人生になるようにね、頑張っていこうかなと思います。ということで、日曜日お疲れ様でした。また明日から頑張っていきましょう。All right guys, thank you for watching. Smash your like buttons and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. Yara, Yoro. Bye.